奏をしていただきましたのは遠藤美希夫さんです。普段は東京の方で活動していらっしゃいます。今日ははるばる、背番の、この医師に対して賛同してくださり、こちらの会場まで駆けつけてくださいました。遠藤さん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。素敵な音楽とともに幕を開けました。セバン鈴木ラブイズザムーブメントツアー2014、セバン鈴木さんは2月の11日東京でのイベントを皮切りに、その後、浜松、京都、大阪、日本の各地を回られ、昨日は北九州に入り、そして今日のこの福岡会場という日を迎えております。このイベントはこの福岡在住の市民有志によって実行委員会を作り、さまざまな準備を重ねながら今日に至りました。私はその実行委員のメンバーの一人、本日司会を担当させていただきます松本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私たち実行委員会ですね、今日のこの場をどんな場にしようかということをいっぱい考えました。そこの中で一つみんなに共通のキーワードが出てきました。それは種まきです。今日セバン鈴木さん、またたくさんのトークゲストの方からいろんな言葉、また表現だったりとか、たくさんの種がまかれると思います。また実はこの会場自体にもたくさんの種を散りばめております。そういう種がご来場の皆様の一人一人の心の大地の中に根ざしていっていただく、そういう姿をイメージしながら今日の晩を作りたいと思っています。今日受付の方でたくさんのこういう資料をですねお配りさせていただきましたが、これもいわゆる種の一つです。そこの中に、1枚アンケート用紙の裏側にアテンションプリーズと書いた1枚紙を挟ませていただいているのですが、これをちょっと皆様ご確認いただければと思います。ここには今日そうですね、確実に300名を超える、400名近い方々でしょうか、たくさんの方がこの場に集ってくださってます。その一人一人いろんな背景をお持ちです。例えばお子さんがいたりとか、聴覚障害という個性を持っていたりとか、あとは目には見えない電磁波、そういったものにやっぱり敏感に反応してしまう、そういう個性を持っていたり、そういうたくさんの方々が今この場を一緒に共有しています。そういう多様な人々の中にこの私が今ここにいるということを、ぜひ今一度皆さんの中にご確認いただければと思っています。ここに書かせていただいた注意事項、すいません、いろいろ細かいことを書かせていただいていますが、これはこの場にいる一人一人が本当に居心地のいい時間を過ごしてほしい、そういう思いを持って書かせていただきました。特に最初に書いてますその写真撮影ですとか録音録画、あるいはその携帯電話、そのあたりに対するマナーについてはぜひとも皆様ご配慮の上にお願いできたらと思っています。と本題であれば皆様から の質問とかたくさんお受けしたいんですけれども、今回は時間の都合上直接やり取りすることができません。それで配布した資料の中に質問用紙という半分の紙を同封していると思います。こういう紙ですね。もし、前半の第一部の中でセバンの話を聞いてこんなところもっと聞きたいななどありましたら、よかったらこちらの質問用紙にお書きください。これは休憩中に、会場係が回収しますので、ただそれのどこまでを本番中にお伝えできるかは分かりませんが、第2部の方でこの質問はできるだけセバンの方にも手渡したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、本日は第1部、第2部、2つの構成を考えています。今から第1部の方に入りまして、その後休憩を挟み、休憩の間またマルシェなどをぜひ楽しんでいただきたいと思います。そして第2部は新たなゲストを迎えしてセバンとのトークセッションを続け、そういう時間を今日皆さんと一緒に作っていきたいと思っています。ではお待たせしました、第1部今からスタートします。その前にぜひ皆さんと共有したい一つの画像があります。
もうここにいらっしゃる方はほとんどご存知かと思いますが、1992年、今日お迎えしているセバン鈴木が12歳の時にリオデジャネイロの国際会議、大人が集うその会議に自らお金を持って駆けつけ、自分のお金、自分たちでお金を集めてその場に駆けつけ、そこで発した伝説のスピーチと呼ばれるそのフィルムを皆さんと共有するところから始めたいと思います。では今からフィルムの方を皆さんで見ましょう。よろしくお願いします。それではこの時12歳だったセバン鈴木さん、22年経ちまして結婚され2人のお子さんをお持ちの、そういう素敵なレディーに習っています。今から皆様でお呼びしたいと思います。セバン鈴木さん、どうぞよろしくお願いします。辻真一さんにお願いしています。辻さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。 I'm very happy to be back here in Fukuoka。福岡にまた戻ってくることができて本当に幸せです。 After 7 years, it's amazing to be back here in Japan. 7年ぶりにここに戻ってくることができました。 And it's wonderful to be working again with Nakamura-san and Tsuji-san and the Sloth Club.そして7年ぶりにまた中村隆一さん、そして辻真一はじめナマケモノクラブの仲間たちとともに今全国ツアーをしています。 And also working with an incredible group of individuals and grassroots groups across Japan creating change. そして行くところ行くところで草の根の市民運動、確実に今この社会を変えつつある運動になっている人々と出会うことができて本当に幸せです。So much has happened in the last seven years since I visited Japan. この7年間たくさんのことが起こりました。I left city life and moved to the rural community of Haida Gwaii.私の人生にも大きな変化が訪れました、私はバンクーバーという町で育ったんですが、そこを出て、ハイダグアイという、田舎に引っ越しました。 This is an archipelago, my husband's community off the west coast of Canada. これはハイダグアイ群島、諸島と言われる島々で、私の夫をはじめとするハイダ民族の暮らす場所です。 And there, my universe has changed since I had two little boys who are 2 and 4 years old. そして2人の子供を設けて私のもう宇宙が変わってしまいました。4歳と今4歳半と2歳になります。I also attended the 20th year anniversary summit of the Earth Summit in Rio de Janeiro. またこの7年のうちには、今見ていただいたリオでのスピーチから20年後に行われたリオプラス20という、催し、これも、まあ、リオで行われたんですが、それにも参加しました。And of course,The world held its breath as we watched 311 unfold here in Japan. そしてこの日本で起こったあの 3.11 東日本大震災を、世界中が、そして私もまた、
じっと見守っていました。And we on the west coast of Canada still are very concerned with what continues to unfold in Fukushima. 特に福島の原発事故以降、いまだに私たちは固唾を飲んでその様子を見守っています。We don't live far from you, just across the Pacific Ocean. この事故のことを考えるにつけ、私たちの日本と私が住む場所とがいかに近いかということを痛感するわけです。In fact, next month, the three-year anniversary from 3/11, there will be a conference in Vancouver about what is going on with the reactors. この3.11、3周年、近づいている 3周年にも、バンクーバーで、福島後3年という、イベントが開かれようとしています。We share an ocean and a common uncertain future. つまり、カナダの西海岸、そして日本の、人々は、同じ太平洋という海をひとまたぎ、この海を共有する者同士であり、そしてこの現代という非常に不安定で不安に満ちたこの時代をも共有する仲間たちです。Four generations after my great grandparents left Japan, my family still cherishes our connections to your country. 私は日系4世です。4世代前に私の、祖先が日本を出て以来、私たちはいまだに、この日本とのつながりを意識しています。So it was very meaningful for me to bring my children here with me on this tour.ですから今回のツアーに自分の子供を連れてこの父祖の地である日本を訪れるということは私にとっても感慨深いものです。But in bringing them here, because of the ongoing problems with Fukushima, I had to seriously consider the risks. しかし正直に言いますと、幼い子供たちを未だに危険な状態が続いている福島を持つ日本に連れてくることには、随分悩みました。And the price to our children for our unsustainable and unsafe energy paradigm. 日本の相変わらず原発再稼働を目指すような政権の中にある、政権の元にあるこの日本に連れてくることについて悩んだわけです。Energy. This is the crux of our transition to a sustainable way of life. エネルギー問題。これこそが現代の私たちにとってのつまずきの石であり、これから私たちが持続可能な世の中を作っていこうとするときの大きな壁になっています。We are now living through climate change. そして私たちは気候変動というもう誰にも否定しがたいこの現実の中に私たちは生きています。 This was a very strange winter for everybody. 日本にとってこの冬いろんな異常気象があったのと同じように世界中の人々にとっても、異常気象はもう日常の出来事です。 I'm not concerned anymore with convincing people that it's happening.もう私は前のように一生懸命人を捕まえて気候変動が起こっているということを何とか説得しようとは思いません。Now our work is to roll up our sleeves and make the transition off of fossil fuels. もう議論をしている時ではないんです。腕まくりをして行動に移るべき時です。But in Canada we face a very serious challenge to getting off our addiction to oil.私の国カナダもまた大きなエネルギー問題を抱えています。この石油という石油の時代を、乗り越えることが先へと越えて出ることが、未だに私の国はできないんです。 Oil and gas companies bought up our railroads and destroyed them so we would be more dependent on roads and the personal car. 例えば
私の国の、石油とガス天然ガスの会社は、わざわざ鉄道を買い取ってそれを、なくしてしまう。そうすることによって多くの人がさらに、マイカーを持ち、車に、道路に依存しなければならないようにするためです。Canada's energy sector has a very tight relationship with our government. カナダのエネルギー企業は今やカナダ政府と非常に密接なつながりを持っています。Our provinces of Alberta and Saskatchewan hold one of the largest deposits of fossil fuels in the world. さて、このカナダの中央部、アルバータ州、そしてサスカチュワン州には世界でも最大の埋蔵量を持つ、原油が、あると言われています。But there's a catch. It's in the form of bitumen. しかしですね、そこに落とし穴があるわけですね、今私は原油と言いましたけども、実はですね、これは普通の原油ではなくて、ビチューマンという、つまり、タールのようなもうドロドロの形をした油なんですね。 It is a tarry sludge that is almost impossible to get and very complicated to refine.これを地層の中から引き出して、生成するのがもうほとんど、つい最近また不可能と言われているような代物なんです。To extract bitumen, it takes vast amounts of money. まずこれを抽出し生成しようとしたら大変なお金がかかります。Huge amounts of land. そして広大な領域を汚染することになります。A lot of water. そして膨大な量の水が必要になります。And vast amounts of energy. そしてこのエネルギーを取り出すために膨大な量のエネルギーが必要なんです。Until some 15 years ago, it simply wasn't worth it to extract this form of energy. ほんの十数年前までこれを利用することは不可能だと誰もが考えていたぐらいなんです。But now that the world's conventional fuels, oil deposits have been tapped, the industry is searching for the harder to get deposits. しかし世界の石油が枯渇に向かう中で、こういう最後の、に残った非常に世界で最も汚いエネルギーと言われているものにまで手を出さなければならないところにエネルギー産業は追い込まれているわけです。Like an addict, we are clawing for the last little bits of our obsession. まるで麻薬患者のように、手を出してはいけないものに手を出し続けているわけです。The result is the Alberta tar sands, the largest construction site on the planet. その結果がですね、タールサンドと呼ばれます。タールサンド。と呼ばれる、世界最大の史上最大の環境破壊を伴う、油の採掘となったわけです。It is a wasteland visible from space. この採掘の様子を宇宙から見ると、それはまさに人間が作り出した地獄の絵のようです。A few weeks ago, the musician Neil Young was talking about the tar sands, and he says it looks like Hiroshima. Neil Young, ご存知でしょうか。あの人気ミュージシャンのニール・ヤングがですね、今このタールサンドの件に対して今大変な運動が盛り上がっていますが、それを支援するためのコンサートを開いていますが、そのニール・ヤングがですね。あれは被爆した後の広島のようであるというふうにタールサンド採掘地を例えました。Tailing ponds are lakes of poison right next to the Athabasca River. さて、化学薬品漬けのそして非常に汚染された最も汚染された池や湖がですね、アタバスカ川の、すぐそばにたくさんあります。Well, it's not surprising that cancer rates in the nearby
small First Nations communities are off the charts. このアタバスカ川のほとりには多くの先住民族が暮らしています。この先住民族の村落に今ものすごい勢いでガンが急増しているのは、とある意味では当然のことだ、当然の結果だと思います。 Though our government's doctors continue to deny abnormal rates. しかしこの異常なガンの発生ということを未だに政府関係者は、タールサンド採掘とは何も関係がないと言い続けています。 Scientists say that if the tar sands deposits are fully developed, climate change will make our planet uninhabitable. 多くの専門家がこのタールサンド採掘が、完全に軌道に乗って、この開発が完全に進んだらもう日本の世界の、気候変動は手がつけられない状態になると予告しています。But these tar sands represent an opportunity for Canada to be an energy superpower. しかし、政府は、そして大企業は、このタールサンドこそが、カナダが世界の、エネルギースーパーパワーになるために、必要不可欠のものだと言い張っています。And that is a quote from our government. Our government says its ambition is to become an energy superpower.これが現在のカナダ政府の、カナダの政権が目指しているカナダなんです。We as a country have pulled out of the UN's global framework convention on climate change, the Kyoto Protocol. そしてそのためには、あの京都議定書をはじめですね、気候変動のために作られようとしているさまざまな国際的な条約からカナダは全て脱退し続けています。We are now known to the international community working for climate change. We are known as obstructionist. 今、国際的にカナダはこの気候変動を止めるための人類の挑戦に反対する、そのもう障害物になり下がったというふうに世界では見られています。And I have to say, as someone who's participated in some of these international gatherings, it is now absolutely embarrassing to be a Canadian at these meetings. カナダ出身の私としては、そして多くの国際会議に出席して、そして気候変動をはじめとした環境問題に関わってきた者として、本当に自分の国のこの現状に、を恥辱だと感じます。Our fossil fuel-based energy structure must change. さて皆さん、今カナダの例をお話ししましたが、このエネルギーということについての私たちのこれまでの考えを完全に転換しなければならない時が来ているのではないでしょうか。There is no scientific debate. もうすでにですね、気候変動に関してはもうあの科学的な、議論は終わってるんです。But our government is getting in the way. しかし、いまだに政府はですね、それを否定し、そして、気候変動を止めようとする私たちの運動に立ちはだかっています。And I think there is a parallel to draw between the situation in Canada and the situation in Japan. さて、このカナダの例をお話ししましたが、なぜならば私は、日本の現状とこのカナダの現状が全く、非常に類似していると考えるからなんです。In a few minutes, you'll hear a presentation by Nakamura-san who will tell you a bit about the consequences of the Fukushima meltdown. このすぐ後に中村隆一さんがこの場で今の福島の原発事故のその後のと現在の状況について話してくださると思います。 We are all so focused on a tiny piece of time. 現代世界はほん
の短い時間、ほんの目先のことに、全ての、意識を集中しているように見えます。A power plant may last 40 years, a nuclear power plant. 新しい原発を作って、そうするとそれが事故がなければ、まあ、40年稼働するかもしれない。But its legacy of poison will last hundreds of thousands of years. しかしそこから出る廃棄物は、これから何千年、何万年にわたって、その毒性を持ち続けるわけです。We may squeeze a little bit more oil from the tar sands. 私たちは最後この地球の底からタールサンドのような、ものを、こう絞り出す、この地球の腹渡からですね、最後のエネルギー源を絞り出すことができるかもしれない。 But the climate change it will cause will affect every generation to come. しかしそれによって引き起こされる結果、特に気候変動のような結果は、これから限りなく未来の世代をにの負担になり続けます。We citizens need to ask, what are our values? 私たち一人一人がこう問われていると思うんですね。一体私たちにとって本当に大切なものは何なのか、私たちの価値観が問われているわけです。What do we citizens want our legacy to be in the world? 私たちは未来の人々にどのようなことをした世代として思い出してほしいんでしょうか? Well, shouldn't this be the work of our highest elected leaders? ところで、しかしこういうことは本来は私たちの仕事じゃなくて政治家たちの仕事だったんじゃないでしょうか。 Leaders at the top of any group should be the visionaries. 私は一つのグループ、共同体、社会の代表するような人たちというのは、どんな未来を作りたいのかというビジョンを持っている人だとべきだと思います。 In 1992, you just saw, I was a child. 1992年、私は見ていただいたようにまだ12歳の子供でした。 And after Rio, I stayed involved. I attended many more international conferences. あの後私は、長い年月にわたって、いろんなところに国際会議などに出席して、同じように声を上げ、そして世界のリーダーたちにメッセージを届けようと頑張ってきました。 I attended conferences of Rio Plus 5, Rio Plus 10, Rio Plus 20 in 2012、リオから5年後の会議、リオから10年後の会議、リオから20年後の会議。And over the years, I saw that that high-level political will to lead was decreasing. このプロセスで私はだんだん気づくようになったんです。つまり私が声を届けようと思った世界のリーダーたちの力、彼らができることがどん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 年月を経るに従って少なくなっていった。彼らが実は力をもう持たなくなっていったんです。And at Rio Plus 20, none of the civil society even seemed surprised that the final declaration showed no leadership. ご存知のように、Rio Plus 20年後ですね、の会議では、もう何一つ意味のある結果を生み出すことができませんでした。しかし、もっとショッキングなのは、そのことに誰も驚かなかったことです。One big difference from 20 years ago.Is in the huge increase of corporate influence on our politics. 一体この20年間に何が起こったんでしょうか。それは一番大きいのは、世界中の巨大企業がますます巨大化して、そして政治をも丸め込むような大きな力を持つに至ったということです。 Today we live in a world where the revenues of the largest corporationsdwarf some countries' entire economies. 今では一つの大企業が得る収入が世界中の多くの国々の歳入、
収入全体よりもさらに多いということが普通になってしまいました。If the American company Walmart were a country, it would have a GDP ranking 25th in the world. 例えばウォールマートというアメリカ出身の巨大企業がありますが、あのウォールマートがもしも一つの国だとするならば、世界の第25位のGDP を持つことになります。 It is wealthier than over 150 countries in the world. つまり世界の150以上の国よりも金持ちの国になっちゃうんです、一つの企業は。 Many of the biggest corporations in the world are oil and gas companies. そしてこの巨大企業の中でも、その多くが、その巨大企業の多くがエネルギー関連企業なんです。 Yet corporations are not responsible to voters or to citizens. それ、これだけの強大な権力を持つ企業をのリーダーたちを私たちは選挙で選んでるわけではありません。つまり彼らは我々に対して何の責任も負ってないということです。 They are exempt from any form of democracy. つまり彼らは別に民主主義的に振る舞うことを要請されて、要求されていないわけです。Their sole purpose is to make profit. 彼らにとって最大の、そして唯一の目標は利益を上げることです。And this has a huge influence on our leadership today. そしてこの大企業の影響がまさに現代の政治的なリーダーたち、政治家たちのほとんどを左右するようになっています。 We have nothing short of a crisis in governance. 世界中、日本だけではありません、どこでももう政治的な危機というのは、 Where the leaders of the world cannot lead for the good of humanity. 至るところに見られます。つまりもう政治的なリーダーたち、政治家たちは、各国の政府は人類を良い方向に導くことがもうすっかりできなくなっているわけです。 They are beholden to corporations in so many ways. 大企業にすっかり骨抜きにされてしまったわけです。 So where does that leave us? さて、では一体私たちはどうしたらいいんでしょうか。 Is recycling all we can do? ペットボトルのリサイクル、これだけですか、私たちができることは。 Of course not. もちろん違います。 Our human energy for change is far greater. 社会を変革することができる私たちの潜在的なエネルギーはもっともっと大きなものであるはずです。 Well, leadership on the international stage is appalling. 政治の世界を見ると状況は非常に悪いですが、 leadership at the municipal and the grassroots level is inspiring. しかし世界中の各自治体、地方、地域、そして草の根レベルでの新しいリーダーシップに目を止めると、ここではまたすごい歴史的なことが、歴史的な変化が起こっているというのもまた現実なんです。 And this is where, despite the lack of political will at Earth Summits, where people are beginning to build a new way of life.つまり国際会議のに出席するような各国のリーダーたちが力を失ったのといわば反比例するように、草の根レベルでは今大きな変革の波が起こっています。 And I'm seeing examples of this all over the world. 私はこれが世界中で今起こっていると考えています。I think because we have the ability now to exchange information with people all over the planet, we are building a new understanding of what we have to do. そしてインターネットなどを通じて、この各国の草の根で起こっていることが、市民の中で起こっていることが、
今どんどんすごい勢いでつながり始めています。And even more importantly, the answers are accumulating all over Japan. そして日本だけを見ても、各地域で起こっている運動が今どん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 、蓄積して山のように積み上がり始めています。And in the last 12 days, I have seen an incredible diversity of sustainability and community empowerment. この12日間、日本の各地を訪問してきて、そして今、そういう草の根の運動が各地域で、様々な形をとって今巻き起こっているのを実感してきました。In the 南生協病院 in Nagoya, 名古屋の南生協病院という市民たちがですね、自分たちで出資して作った病院があって、これが病院を中心にした一つのコミュニティになりつつあります。 This is the most sensible and happy hospital I have ever seen. こんなにですね、思いやりにあふれた、そして、sensible and happy. 幸せそうな病院というのは私は生まれてから見たことありませんでした。I've met people from transition towns in Hamamatsu and in Shiga. 滋賀県、そして浜松ではですね、トランジションタウン運動、世界中で巻き起こっているトランジション運動の、素晴らしい例を見ることができました。The degrowth movement. そして、ヨーロッパから始まった脱成長運動。もうまた、日本で非常に盛んです。As well as the downshifters movement. そしてダウンシフターという、運動にも出会いました。And, I should say that the downshifters movement is where people leave high income jobs for higher satisfaction lifestyles. ダウンシフターってご存知でしょうか？今まではですね、どんどん出世していい学校行っていい会社勤めて収入をどんどん上げて、もうこのやり方をやめて、仮に収入が下がったとしても、もっと多くの時間を持って、もっと大切なこと、自分の生きがいを感じることをやるという、もっと満足度の高い、収入よりも満足度の高い幸せな生き方を選ぶという運動です。 In Shiga, I visited a carpentry and farming school.滋賀のドッポ村ではですね、若者たちが大工と、農業を兼ねた新しい生き方を、作り出している、そういうコミュニティを訪ねました。 As well as a sustainable, or a biofuel plant called Nanohanakan. そして滋賀県の誇るあの菜の花プロジェクトですね、菜の花新しいその自然エネルギー、持続可能なエネルギーを目指す運動です。 These are just a few of the many incredible solutions that I have learned about here. これら一つ一つは答えなんですね。答え。そして私が見てきた、今挙げたのは、私が日本でこの短い間に見てきたたくさんの答えのうちのいくつかの例にすみません。 I am unbelievably inspired.By the strength of the sustainability movement here. 日本のこうした運動に触れて、私は本当に心から、インスピレーションを、受けて感動しています。Finally, I want to talk about a different kind of energy, our personal human energy for change. さて、私はエネルギー問題から話し始めたんですが、今私がここで語っているのは違う意味でのエネルギー、人間がこの社会を良い方向へと変革していくために必要としている私たちの内なるエネルギーのことです。 In the past few years, every time I give a speech, someone asks the question. 数年前までは私がこうした場所で講演をしますね。そうすると必ずちょっとこう、暗い顔でこんな質問がやってきたものです。 How do you stay hopeful? どうしてあなたはそんなに希望について語れるの？なんで今でも希望を持ってるの？ Some of these
question askers are almost despairing. こういう質問をする人ってわかりますか？大概は絶望してる人なんですね。So I've been thinking about hope. What is hope? こういう質問に触れるために私は考えざるを得ませんでした。そしてずっと考えてきました。一体希望ってのは何なんだろう？I think hope is our human energy for change. 私は希望というのは人間が状況を変えていくために必要としているエネルギーのことなんだ。Hope is not naive. よく希望を持つ人はなんかナイーブでなんか甘っちょろいと。いう人がいますが、私は全然そうは思いません。Far from it. Hope is survival. 希望は実は人間が生き延びるということなんだと思うからです。Is the mother of a sick child hopeful? だって自分の子供が病気の時のお母さんは絶望していられますか？ She holds the greatest hope of all.これこそが希望なんです。つまりお母さんが希望そのものを体現しているんです。It is such a profoundly human characteristic. この希望こそが人間が人間であることを決定づけるような最も基本的な資質だと思います。And it has carried us through incredibly dark times. 人類の歴史の最も暗い時代、最も苦難に満ちた時代を人類はこの希望によって生き延びてきたんです。 War, famine, disease. 戦争、飢餓、そして伝染病、 Earthquakes, tsunamis. 地震、そして津波などの自然災害。 Hope is a state of desire for a positive outcome. 希望とはこうありたいと望む方向へと自らを導く力です。And it comes to us under situations of hardship. そして希望は最も暗い時に、苦しい時に、悲しい時にこそ自分の中に動き始めるんです。Think for a moment about a slave. ちょっと奴隷という存在について考えてみましょう。 This is the embodiment of human powerlessness. 人間の絶望的な状況を奴隷という存在こそが象徴している、体現していると思います。 How did slaves survive? 奴隷たちはどうやって生き延びたんでしょうか？ Psychologists say hope comes into play when the situation is dire.心理学者によれば、希望とは苦難が深まれば深まるほどそこに輝き出す。And it comes to us so that we can imagine a way forward. そして希望が動き出すと、その希望によって私たちはある光を、暗闇の中に光を見出すことができる。The 1960s AmericanActivist Martin Luther King Jr. came from this history of slavery. 1960年代アメリカ、マーチン・ルーサー・キング牧師はこうした奴隷制、アメリカにおける奴隷制 の中を生き抜いてきたアフリカ系アメリカ人の子孫として、活躍していました。Organizing against entrenched racism in the time of segregation. 分離政策、人種分離政策と人種差別に対して戦う運動の指導者だったんです。Was Martin Luther King hopeful? さて、このマーチン・ルーサー・キングは希望を持っていたでしょうか？ Of course he was. もちろんです。Hope is the roadmap to something different. 希望とは現状を変える、そしてある違うもの、違うところへと私たちを導くロードマップです。A generation later,
The United States has a black man as its president. それからたったの 1世代後に誰がアメリカのホワイトハウスに黒人の大統領が座っていると想像したでしょう。 What seems impossible today should never limit our imagining of the future. これはありえない。こんなことは絶対不可能だと私たちは思う。その私たちの思いが私たちの可能性や可能性を制限してしまってはいけないんです。 Hope and love are very tightly connected. 希望について語ってきました。私は希望と愛というものは切り離しがたくつながっていると思います。The world is driven by profit and economic forces. 現代の世界は利益、利潤によって、そして経済によって動かされているように見えます。But it is also driven by an entirely different force. しかし、もう一面はこの同じ現代世界がそれとは全然違うエネルギーによって動かされているということなんです。And this is the most powerful force belonging to humans. そして私はこちらこそが人類にとって最も本質的で重要なものだと思っています。The power of love. それが愛の力です。And I know for certain that every single one of us in this room knows the power of love.私は信じています。ここに座っている皆さんの一人一人が愛の力というものがどういうものかを知っているはずです。Our tour is called Love is the Movement. 私のこの来日ツアーは Love is the Movement と名付けられています。Love is a force that connects all of us.愛は私たちすべてをつなげている力です。It connects us with our true selves. そして現在の私とより良い私、私がこれから育っていく、なっていく私とをつなげている力も愛の力です。You can't buy love. 愛を買うことはできません。You can't confine love.愛を閉じ込めることもできません。You can't corrupt love. 愛を腐敗させることもできません。買収することもできません。And you can't underestimate love. そして愛を過小評価してはいけません。In 1992, I was my parents' child. 1992年、私は私の両親の子供でした。In 2014, I am the mother of my children. 2014年、私は私の子供たちの母親です。And now I understand why the UN's audience rose to their feet. そして今になってやっとわかるんです。なんであの子供の私の言葉が人々をあんなに感動させたのか。Now I understand why that act so long ago remains the most powerful action I have ever taken. あの会場でだけではありません。その後、こんなに時間が経っても、いまだに世界中の人たちが、スピーチを、大事にしているのは一体なぜなのか。It reminds people of their most sacred responsibility.それはきっと私たち一人一人の中に一人一人が持っている最も神聖な責任を思い出させてくれるからじゃないでしょうか。 To love and protect the future. つまり最も神聖な責任、それは未来を、自分たちの未来を愛し、そして尊敬するということです。Now I understand the depth of love that parents have for their children. 今になって私は分かります。両親、親たちが子供に対して抱くその愛情の偉大さを。
And now I am truly hopeful that we will transform our society because I know nothing is more powerful than this love. そして私は信じることができます。この愛の力をもってすれば必ずやこの世界を変えることができる。So yes, I am hopeful. というわけで私は希望に満ちています。We are living through a great time of transformation. 私たちは偉大な大転換の時代を生きているんです。 It calls for everyone alive today to be fearlessly hopeful. 私たちはこの時代に生きて恐れることなく愛する、自分が愛することを恐れないことを要請されています。 Let us be brave. 勇気を持とうじゃありませんか。 And let our hope and love for our future generations guide our transition. そして愛と希望こそが私たちの未来の世代を導いてくれることを信じましょう。Thank you very much to all the organizers for inviting me here and hosting this event. 今日のこうした集まりを、作ってくださった皆さんに、心から感謝いたします。皆さん、ありがとうございます。今日はですね、この場に、先ほどセバンも紹介してくれました。セバンもとてもとても大事なパートナー、家族と一緒に今回は福岡に来てくださってます、こちらに紹介したいと思います。ジャドソン、ジャドソン。Hello, my name is Judson Brown. Hey, こんにちは、皆さん。私の名前はジャドソン・ブラウンです。Boot Otis is my Haida name. もう一回。One more time. Boot Otis. これが私のハイダ名、ハイダ族の名前です。I'm a Haida from Haida Gwaii, an island nation on the other side of the Pacific Ocean. まあ、太平洋の向こう側、向こう岸、カナダの西海岸の、ハイダグアイという諸島、ハイダ群島の、に住むハイダ民族のものです。 Severin and I live in a small community on Haida Gwaii. そのハイダグアイの、小さなコミュニティに私はセバンとそして子供たちと暮らしています。Where everybody knows everybody and there is no private life. そこではもう知らない人は誰もいないので、なんかプライベートであることが非常に難しい。The bonus is it's a very tight-knit community and everybody stands behind you. まあちょっとプライバシーの問題があるとしても、しかしいいところはですね、もうすごく団結して、つながり合ってますから、助け合って、支え合って生きていく。We've been here for, I think, 12 days now, and most of the time we've been traveling via train. 12日目になります。東京から主に電車で移動してきました。And I was sitting in a train one day, looking out the window, going across the city, and it seemed to take an hour, two hours, and it was just city. まあ、ある時電車に乗って外を見てましたけども、もうとにかく、1時間経っても2時間経っても、街が終わらない。一体どうなってるんだ。And coming from a small, small town, I wondered how people get a sense of community in this vast landscape of urban. 私のような小さなコミュニティからやってきたものからしますとですね、ここに住んでる人たちにとって一体コミュニティというのは何なんだろうという。思います。
And it's been through these events where I've, in my mind, I've noticed that you get this sense of community from joining the Sloth Club or the 100 Mothers. That's where you get that tight sense of community.そしてですね、いろんなイベントにこう参加して見てきますと、コミュニティ、この日本における新しいコミュニティっていうのがまさにこういう場所で目覚めつつある、芽生えつつある、例えば、あとで100人の母たちの運動が、の方々が紹介されますが、その100人の母たちというコミュニティが生まれているのではないか。So thank you for inviting us to be a part of this community, and we hope to return. そして各地でですね、持続可能な暮らしを目指す新しいコミュニティが芽生えている。私たちはそういう場所を訪問することによって、そのコミュニティの私たちもまた一員であるということを感じるわけです。そのコミュニティにこうして迎え入れてくださいましてありがとうございました。どうもありがとうございます。もうあの子供がですね、2人、ね、あの楽しく遊んでます。あのなんかね、あのお母さんとお父さんが両方こっちに出ちゃった時にどうなるのかってちょっと不安だったんですけど、元気に遊んでるわけですね。はい、子供たちは託してのびのびと遊んでいます。よかった。はい、ただ今回セバンが来日するにあたって家族を連れてくるというのはものすごい覚悟だったと私は思っています。そういう覚悟を背負って今回来てくれた、そのメッセージを私たちは本当に深く受け止めたいなと思っているんですね。でそのあたりの話を今回また一人こちらにあのゲストを迎えてセバンと深めていきたいと思っています。では紹介させていただきます。中村隆一さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はですね、セバンが珍しく時間を押したんですね。10分も押しました。で私は30分話すようにって言われてたんですけど、20分しか話せなくなりました。はい、そしてですね、その30分でセバンとやり取りしながら話をするということだったんですけども、ちょっと時間があまりないのでやり取りをしてると話ができないんで、ちょっと端折ってやりますけども、ちょっと私あそこに行って操作しながらやった方がいいんで、あちらに座りながらですね話を進めます。セバンにですね、こんなことを聞かれたんです。日本に、キング牧師やネルソン・マンデラのような人はいますかって聞かれたんですね。でちょっと私は思い浮かばなかったんですけども、この後にちょっとひょっとしたらこの人がそうかもしれないという人を紹介しますけども、この方はですね、ジョン・ゴフマンという方です。今日皆さんのお手元の資料の中にですね、私が書いた A4 の、 他のよりもちょっと小さめ の、 折り曲げた資料があります。福島第一原発事故と放射能汚染地で増えている病気という資料なんですけども、その中にですね、このゴフマン博士のことを紹介してます。で詳しくはそれを見ていただければいいんですけども、ゴフマンさんはですね、これ放射線の専門家なんですが、彼はですね放射線の影響をですね、正直に研究したことを発表していったんですね。そしたらこの人は大学の教授だったんですけども、いろんな研究の、リーダー的な形でやってたんですけども、そういう仕事を追われてですね、教授も辞めて、そして市民研究者として一生を終えた方です。
で、この人の研究が今も残ってまして、この本なんですけども、人間と放射線っていう素晴らしい本です。で、この本はですね、ぜひ多くの人に見てほしいんですけども、この本を訳した人の一人がですね、小出弘明さんです。で、私は、キング牧師やマンデラのような人って誰かなって思い浮かばなかったんですけど、ふっと思い浮かんだのがこの小出弘明さんです。で、小出さんのこともですね、もうインターネットとかいろんなところに本もたくさん出てますんで、ぜひ見てほしいと思います。原発がですね、今事故を起こして大問題だっていう話になってるんですけども、実は事故を起こさなくてもたくさん問題を抱えてると。その一つがですね、まず燃料のウランを掘るところから始まります。先ほどタールサンドの話出ましたけども、ウランの鉱山でも大変な環境破壊が起こって、そしてその地域が放射線で汚染、放射能で汚染されます。で、その結果ですね、その地域に、これは、オーストラリアのアボリジニーの聖地ですけども、これは、インドのですね、ウラン鉱山の近くで、まあ、病気になった子供ですね、こういうことの詳しい映画の一つにブッダの嘆きという映画があります。そういうものもぜひ見ていただきたいですけども、このウラン鉱山も大きな問題があると。原発事故起こらなくてもですね、こういう問題を引き起こしているということです。それから次にですね、原発は事故を起こさなくても日常的に放射能を放出しています。で、その結果ですね、これドイツ政府が発表してますけども、原発の5キロ周辺、半径5キロ圏内に、5歳以下の子どもが小児がんが全国平均の 1.61 倍、白血病が 2.19 倍、これ事故を起こさなくてもこういうことがあるということなんです。今福島でですね、事故が収束してないで毎日放射能出続けてます。そうでありながらですね、まだ周辺にいっぱい住んでるんです、子どもたちが。再処理工場、これ小出さんたちの本ですけども、再処理工場っていうのは使用済み核燃料を再処理という言葉でそこからプルトニウムを取り出すんですけども、その過程でですね、一つの原発が1年間に放出する放射能を1日で放出します。ですから、この再処理工場があるところにはですね、365基の原発があると考えたらいいんですけども、そのとんでもない放射能を放出するものをですね、今青森県も認めて国もこれを進めようとしています。これが本格稼働するともう大変な放射能が日常的に出ることになります。そして原発事故を起こすということですね。で、これチェルノブイリの原発事故ですけども、その後に白血病や甲状腺がんの子どもたちがどんどん出てきました。それで事故が86年に起こったんですけども、私は90年からですね、4年後からチェルノブイリ医療支援の活動に関わり始めて、現地に行くようになっていきます。そして、その時に見せてもらったデータの一つがこれですけども、一番下にですね、ベラルーシという国の事故の年からずっと数値が、子どもの甲状腺がんが2人、4人、5人、7人、28人、55人、68人と年ごとにこう増えていく、データをもらいました。こんな風に増えていくんですね。そしてこれ、原発の後のですね、石棺という、まあ、処理をした後の原発ですけども、その後薬やですね、それから医療機器を届けに、何度も訪問しました。あるいは子どもたちが汚染されてない地域で雇用という、まあ、放射線から離れて、それから安全な食べ物を食べる、そして医療的な面も体の検査をする、そういう場所、サナトリウムと言いますけど、その支援もしてきました。で、これも安全な汚染されてないものを食べれるんで非常に、こう笑顔が見えてます。で、そういう活動をしていく中で、ある子ども病院の、どれくらい病気が増えてるかっていうデータをもらいました。こんな風にこれ一例としてがんと糖尿病を出してます。
糖尿病っていうのがなぜか増えるんですね。急性白血病が 2.4 倍、これはですね85年から94年までの10年間の比較です。事故前と事故後の比較ですけども、急性白血病 2.4 倍、喘息 2.7 倍、糖尿病 2.9 倍、血液の病気3倍、先天性障害 5.7 倍、がんが 11.7 倍、聴覚系の病気が 20.9 倍で、ウクライナ、今のはベラルーシです。で、隣のウクライナですけども、ここに、どんどんこう病気が増えていってるというこれグラフですね。そして赤い線が、慢性疾患を持つ児童の数、そして青い線が健康な児童、健康な児童がどんどん減っていって、慢性疾患を持つ児童が増えていっているというグラフです。で、ウクライナ政府がですね、2005年に発表しています。チェルノブイリの犠牲者は264万人だ、汚染地域に住み続けている人たちの 87% が病気だ。で、汚染地域っていうのはですね、年間、1ミリシーベルト以上、それから5ミリシーベルトまで自分で住み続けることもできるし、避難することができるエリアなんですね。で、5ミリシーベルト以上は移住しないといけないということで住めないんですけども、その1ミリから5ミリのところに住んでる人たちの、87% が病気で、その3人に1人は子供だということです。これ象徴的な、おばあちゃんと孫なんですけども、私たちが向こうで出会ったおばあちゃんと孫です。で、このナターシャさんという方には子供が2人いました。で、最初息子さんがですね、最初に白血病になって、それをドイツに行ってようやく治したと思ったら甲状腺のがんになって、で、その甲状腺のがんが肺に転移して亡くなりました。20歳ぐらいで亡くなってます。で、さらにその、娘さん、このナターシャさんの娘さんも胃がんで亡くなってます。今ナターシャさんが抱えている子供が、その亡くなった娘さんの、子供さんなんですね。で、こういう例をいくつか聞きました。その大人より子供が先に亡くなっていくことが多い。しかもその被害が長く続くということですね。これが、放射性物質の怖さです。ちょっと思い出してほしいんですけど、3年前の3月11日のこれ津波の写真ですね。そして原発が爆発しました。これ3号機こんな状態です。もうボロボロですね。ここをちょっと見てほしいんですけども、1号機から3号機、この3つから放出されたセシウムの量が、セシウム137の量が、広島の原子爆弾の168個分です。広島の原爆の168倍の放射性物質が放出されたということなんです。で、これは私は信じてません。もっと多いと思ってます。でもこれは一応政府の発表ではこういうことになってます。事故が起こって子どもたちを連れて避難している写真ですね。子どもたちが被爆して、そして検査を受けています。このですね、西日本新聞の記事、5月16日なんです。もう事故からですね2ヶ月以上経って、汚染のひどいところ、20ミリシーベルト以上あるようなところからようやく避難しようとしてるんですね。もうとんでもないことなんですよ。これ放射線のこと知ってたらですね、もう殺人行為ですね。こんなことは2ヶ月もそんな恐ろしいところに置いとくっていう、そういうことをやってきてるんですね。パニックを起こさせないために、そんなことでこういうことをやってきてます。これは汚染地図ですけども、この地図の中のですねブルーの、ところがあります。こういうエリアはですね、
もう放射線管理区域と日本では例えば病院なんかが年間5.2ミリシーベルト以上は放射線管理区域なんですけども、そのエリアに当たるんですね。もちろんここに子どもたちが入って遊ぶなんかできません。ところがですね、今お腹に胎児があるお母さんも胎児がいるお母さんも幼い乳幼児もここに住んで飲食をして寝泊まりしてるんですね。住み続けてるわけです。先ほど言いました小出弘明さんがこう言ってます。福島県の東半分を中心に宮城県と茨城県の南部北部、さらに栃木群馬の北半分、千葉県の北部、岩手県、新潟県、埼玉県、東京都の一部地域が放射線管理区域にしなければならない汚染を受けた、そういうのが実態なんです。ここにチェルノブイリ法っていう、チェルノブイリに関わった3つの国、ベラルーシ、ウクライナ、ロシア、3つの国のですね、基準が書いてあります。でちょっと簡単に覚えていてほしいのは、5ミリシーベルト以上は移住の義務があるんですね。そして、1ミリから5ミリ、先ほど言いましたように移住の権利があります。だからここから避難したい人は避難していいわけです。そして避難のための保障がされます。ところが日本はですね、こういうことは全くないんです。で基本は20ミリシーベルトとしてるんです。で20ミリシーベルト以下だったら帰還していいと、そこに戻っていいというふうになっているんです。でアリス・スチュアートっていう博士がですね、戦後白血病が増えている研究をしたんです。なんで増えてるんだろうか。そしたら分かりました。それはお母さんが妊娠中に X 線レントゲンを浴びたかどうかなんです。 X 線を浴びるとですね、その白血病の比率が高まったわけですね。でそれが分かって妊婦さんはレントゲンを当てないようになったんです。今日本もそうだと思いますし、おそらくカナダもそうだと思います。ところがレントゲンなんかは 0.05 ミリシーベルトとか非常に低い数字です。ところが1ミリシーベルト以上もちろん済んでます。5ミリシーベルト以上でも済んで、もう数百倍のところにすら住んでるんです、レントゲンの。そういう恐ろしい状況に今あるということです。白血病のですね、原発で働く人たちの認定基準5ミリシーベルトです。5ミリシーベルトで白血病になったら労災の認定がおります。それが5ミリシーベルトです。今20ミリシーベルトだったら戻っていいっていう話になってるんです。とんでもない状況ですね。時間が来ましたのでこの辺で終わりますけども、セバンにちょっとここの部分で、聞きたいと思います。先ほど言ったようにですね、お腹に胎児がいるときにレントゲンを受けて X 線を浴びて白血病が高まるにもかかわらず、その100倍以上も多い放射線を浴びるところに健康影響なしっていうのを、これ福島の新聞もうトップ記事でこんな風に出てるんですね。このことをどういう風にセバンが感じるかをちょっとこの最初の一部の最後に聞いてみたいと思います。これ第2部で聞きましょうか。今質問のつもりだったけどでこういう状況をセバンどう感じますか。これ規制委員会という原子力を今検査してる、原発を検査してる原子力規制委員会が20ミリシーベルトまで安全だって出してるんですね。
Well, I'm glad that I'm not quite as emotional as after I heard this presentation for the first time yesterday. 昨日この情報をですね、もっと詳しく聞いたわけですけど、その時にはもう泣き出ししかなかったんですけど、それに比べると2度目なのでちょっとまだなんとか泣き出さずに済んでます。 Radiation affects the youngest members of our community most. この私たちの共同体、私たちの社会の中で最も若い人たち、幼い人たちが最も多くの影響を受けるということですよね。 It producesCancers and sickness in babies and children. そして小児がん、白血病をはじめとしたいろんな病気がその一番幼い、子供たちに、多発する。So this means that the government is refusing to protect its own babies and children. ということはその社会のリーダーたち、例えば政府はこの社会の一番若い未来を担うべき若い世代が死んでいってもいいというふうに考えているということになるんじゃないですか。 This is a very, very serious situation. これ以上に深刻な事態ってのはあるんでしょうか。 Governments have very short terms. 一体政府は目先のことしか考えていないのだろう。 So those in power today who are making these decisions will be long gone by the time we fully see the effects of Fukushima. 福島のある意味では本当の意味、本当の 結末、結果というものを知るよりもはるか前に現在の権力者と言われる人たちはもういなくなっているわけですね。The government was worried about, says it was worried about panic. 政府はパニックを恐れて、こういうことを公表しなかったり、したということを先ほど聞きました。So, for the sake of the people, it withheld the truth because the people couldn't handle it. ということは、政府は市民というものは、国民というものはパニックの状態をに耐えることができない存在だというふうに考えているということに ならないでしょうか。 This is classic anti-democratic language. これほど反民主主義的、非民主主義的なことがあるでしょうか。 These acts are classic oppressive government actions.これほど民衆に対して、人々に、国民に対して抑圧的な態度があるでしょうか。 These actions must be changed. こういう状態を変えるしかないと思います。 Thank you. ありがとう。それではですね、ちょっと第一部が押しましたので、これで、第一部を終了してこれから休憩に入りたいと思います。セバンの、素晴らしいスピーチに拍手、それから辻さんの本当に素晴らしい通訳にも拍手をお願いします。それから三田村美樹さんにも拍手をお願いします。すいません、休憩前にいくつかご注意を申し上げたいと思います。最初にお伝えしました通り、質問用紙この休憩時間中に回収いたしますので、ぜひお書きの上、会場係の方、ここの中におります、そちらの方までお渡しください。それから、本日終了後、代理の終了後、セバンの声でサイン会をしていただけるということになってるんですが、時間がどうしても限られてますので申し訳ありません。本日こういう T シャツがあるんですけど、この T シャツを購入していただいた方のみということで限定させていただきたいと思います。
ございません。最初にも変わる方もいらっしゃると思います。そういった方は、前回の終了後ですね、こちらの方にサインコーナー作りたいと思います。ただやっぱりサインは欲しい、写真も撮りたいって方もいらっしゃると思うので、私たちこういうのを今回作ってみました。でしょ。ここはちゃんとセバの直筆サインを今日もらってます。なのでこれを例えばこうやってこう写真に写るとかね、こういうのをしてぜひぜひ配信していただければと思います。後ろばあちゃん両方用意してますのでお好みでどうぞ。それからトイレの数がすみませんが、この会場の問題でとても少なくて皆様にご不自由をおかけすると思いますが、申し訳ありません。いずれやとお願いしたいと思っております。あと種をですね、種まきというキーワードを作りましたが、今日こちらに本当の種を持ってきてくださった方がいらっしゃいます。とても在来種、日本にもともとある種を自家採取して丁寧に育種した種をこちらの方に用意してくださってます。高瀬さんといいます。スワッキンではありません。この高瀬さんがいらっしゃいますので、ぜひ欲しい、持って帰って自分も植えたいという方は直接高瀬さんの方に行ってください。目印に隣にクマくんがいます。ゼロクマくん、ちょっとこちらに。このゼロクマくん、一体何のクマかなと思われた方も多いと思うので、ちょっとゼロクマくん普通は喋らないんですが、今日は横に通訳の方に来ていただいたので、通訳の方にちょっとスピーチをお願いしようかなと思います。ゼロクマくん大丈夫、こっちのみんなの見えるところまで上がれ、上に。子供が集まってくる、さすがクマくん。では、ゼロクマくんは人の言葉を人前では喋ることができないので、今回は私がメッセージを受け取ってきました。では、皆さんこんにちは、僕ゼロミクマって言います。原発を止めてみんなが幸せに暮らせる社会を目指して、9歳の子熊だけど頑張っています。原発を止めると経済に打撃だと思っている人がまだいるみたい。でもそんなことないよね。むしろ原発を続けている方が経済に負担なんだよね。いつかまた事故が起きるかもしれなくて、分からなくてとっても怖いよ。今のシステムのままだとリスクがあるのは分かっていても、やめ方が分からないから、仕方ないから続けているんだって。だから早く原発をやめないと経済もおかしくなるって伝えているよ。原発ゼロノミクスっていうんだ。セバンさんやここに来ているみんなといるいるつながって、ラブイズザムーブメント、愛の力でできることをしようクマ。僕はツイッター、フェイスブック、ブログもやってるんだよ。だからぜひフォローしたり友達になってね。ライバルはクマモンなんだ。クマモンくらい有名になって原発止めるんだもん、というメッセージをいただいております。そんなクマくんでした。もう一つこちらの方に、皆さんこのハートが一体何なのかなと思っていらっしゃる方がいらっしゃると思うんですが、これをこれ実はセバンのツアー2月11日から始まってます。全部の会場にこのハートは回ってきました。これを作った表現者のレジリさん、いいですか、はい、レジリさん、よかったらこのハートの説明と皆様にもちょっとお願いがあるそうなんですので、一言お願いします。皆さんこんにちは。この皆さんから小さいハートを作ってもらって、それをこのようなモビールの形にしようと考えている佐藤玲と申します。今日もこのような小さいハートを作るための紙ですとかペン、クレヨンをたくさん持ってきておりますので、皆さん作ってみてください。このモビールはツアーが終わった後にまたバラバラにして、このハートを書いてくださった皆さんが送りたい住所の先に送れるようになっております。今日はがきも持ってきていますので、もし送りたい場合ははがきを1枚50円で買っていただくんですけれども、例えばここにおばあさんの住所とかを書いて
ハートにおばあさんの絵のお手紙とか書きますと、ツアーが終わった後に私の方に貼り付けてお手紙として送ることができます。このツアーがラブイズザムーブメントというテーマですので、皆さんが大切な人に向ける手紙ですとか、あとは愛のメッセージとか、そういうものを考えて書いていただけるとすごく嬉しいです。トマくんの隣にいるので、書きたいなという人はよかったら参加してみてください。よろしくお願いします。はい、種まきの高瀬さんもレイチェルさんもくまもん、くまもんじゃなかった、ごめん、ゼロくまくん、ライバルの名前言ってしまいました。ゼロのみくまくんと近くにいますので、よろしくお願いします。先ほどのハートの写真を撮りたい方は前に置いておきます。これをバックに撮られたりとか、このハートの横で撮られるといいかなと思います。ではお待たせしました、これからまたマルシェなどを楽しみながら休憩時間を過ごしください。マルシェはただ会場内での飲食になります。あと食べ物以外にも、こちらの方に実は古野さんという方、映画を見られた方も多いかもしれません。セバンの地球の直し方という映画に登場してくださった古野さんが、今回ご自宅で作られたとても美味しいお野菜たちを持ってきてくださってますので、ぜひ会話も深めながら休憩時間を楽しんでいただければと思います。第2部は、14時50分からこちらの方でスクリーンの方で、あの100人のファンたちのスライドショーを流すところから始めたいと思いますので、しばしご休憩を楽しまれてください。よろしくお願いします。